ベンゾジアゼピン薬物乱用とは、ベンゾジアゼピン系を、高揚感を得るなど娯楽目的で使用したり、医師の指示なく長期間にわたって使用し続けること。ベンゾジアゼピン系薬物は、他の一般的薬物に比べて、乱用率が高い。娯楽用途で、ベンゾジアゼピン系を用いる場合、多くは、蛍光投与されるが、鼻腔内投与や、静脈注射されることもある。 娯楽用途使用によって生じる効果はアルコール中毒に似ている。霊長類での試験ではバルビツール酸系と類似の効果とされる。世界保健機関による1996年のベンゾジアゼピンの合理的な利用という報告書においてはベンゾジアゼピン系の合理的な利用は30日までの短期間にすべきとしている。トリアゾラム、テマゼパム、アルプラゾラム、 クロナゼパム、ロラゼパムらは、他のオキサゼパム、クロルジアゼポキシドと比較して、身体的依存の可能性が高い。乱用の可能性は消失半減期、吸収率、薬物効果などにより違いがある。各国の人口1000人あたりベンゾジアゼピン系催眠、鎮静剤及び、抗不安薬合計消費量2016年版レポート。 国際麻薬統制委員会の統計にはエチゾラムが含まれていないため国際的に高い水準ではないかとの指摘を受けている。国際麻薬統制委員会は後に日本は高齢化の影響で消費量が多いと記し、ベンゾジアゼピン系交付安薬は国際的には平均的な消費量であることを示した。薬物乱用においてベンゾジアゼピンが注目されることは少ない。 しかしこれらは他の薬物らと共に頻繁に乱用されている。ベンゾジアゼピンは様々な国々において乱用されており、その要素は地域的情勢、入手可能薬物によって様々である。例えば英国とネパールではニトラゼパムラニオが一般的であるが、米国ではそれが処方薬として入手不可能なため他のベンゾジアゼピンが乱用されている。 また、英国とオーストラリアでは、テマゼパム乱用が見られ、特に、ジェルカプセルを溶かして注射され薬物関連死を招いている。このようなベンゾジアゼピンの水用物を注射することは、大変危険であり深刻な健康被害をもたらす。米国における、ベンゾジアゼピンオーバードーズ死者数水位ベンゾジアゼピンは、一般的に乱用性薬物に分類されている。 スウェーデンの研究では、ベンゾジアゼピンはスウェーデンにおいて、最も乱処方されている、薬物分類であった。自動車運転者のベンゾジアゼピン服用については、これまで、ほとんど取り上げられることはなかったが、スウェーデンと北アイルランドの報告では、多くの場合に治療用投与量を超えているという。ベンゾジアゼピン薬物乱用において警戒すべき、サインは、処方量の増加である。 大部分を占める適正処方患者においては処方量の増加に至ることはない。米国政府奇跡サービスエリア MHSA による2004年の全米救急部への調査によれば、米国で最も乱用されている処方薬は催眠鎮静薬であり、薬物理由による救急部受診においては催眠鎮静薬関係が35%を占めれたであった。 その中はベンゾジアゼピンが多数であり、オピオイドによる救急部受診よりも多かった。また調査では、ベンゾジアゼピン乱用率に男女差はなかった。薬物自殺においては、ベンゾジアゼピンは最も一般的に利用される薬物であり26%を占めていた。2004年の米国ではアルプラゾラムが最も乱用されるベンゾジアゼピンであり、続いて、 クロナゼパムロラゼパムジアゼパムらが4位までに入った。2014年の薬品と違法薬物を含めた過剰摂取による死亡者数において4位がアルプラゾラムで4217人、10位がジアゼパム1729人である。縦軸、依存性、上に行くほど依存性の可能性の高い物質。横軸、右に行くほど活性量と致死量が近い。 薬物乱用歴のある患者は、ベンゾジアゼピンの乱用リスクが大きいとされる。過去10年間を対象とした、いくつかの研究において、家族にアルコール乱用歴ある場合や、兄弟や子供がアルコール依存症である場合は、遺伝的健康者と比べて、男性の場合は、高揚感が増大し、女性は、その副作用により誇張反応となるとされている。 すべてのベンゾジアゼピンは乱用リスクがあるが、特定カテゴリのベンゾジアゼピン薬は乱用リスクが、さらに高い。例えば単半元気かつ速攻性の薬などは、乱用リスクが高い。薬物の依存性と有害性、アルコールベンゾジアゼピンバルビツールのような、鎮静催眠薬は、重篤な離脱症状などの深刻な身体依存を、引き起こすことで悪名高い。 強い薬物耐性は、大抵慢性的なベンゾジアゼピンの使用によって起こり、ベンゾジアゼピン依存につながる場合、処方量内でも起こり得る。慢性的処方量服用者に見られる、ベンゾジアゼピン離脱症候群は、慢性的高用量乱用者と、違いはない。継続的に服用するため、反社会的行動をとって、薬物を探す。 ベンゾジアゼピン離脱症候群の深刻度は、テマゼパム中毒者が以下に語っている。私であれば、ヘロインを断ぐする方を選びます。私が、ベンゾジアゼピンから離脱しているときに、あなたが、ヘロイン 20mg とジアゼパム 20mg の、どちらかを提供するならば、私は常にジアゼパムを選ぶでしょう。私は、人生の中で、 これ以上に怯えていた期間はありませんでした。ベンゾジアゼピンを断続的に服用していた場合、毎日服用していた場合に比べて、依存形成や、減薬、弾薬時の離脱症状が少ない傾向にある。ベンゾジアゼピン乱用は、薬物乱用者の間で広がっているが、彼らの多くは、時々の服用であるため、大抵離脱の管理を必要としない。 ベンゾジアゼピン依存となっている場合に離脱治療を必要とする。ベンゾジアゼピンの長期投与に利益があるという証拠は、ほとんど存在しない。長期利用は有害であるという証拠が集まりつつある。徐々に減量を行うことにより、離脱症状を軽減することが推奨される。離脱に際しては、すべてのベンゾジアゼピンを長時間作用型に、投下置換することが推奨される。 クロールジアゼポキシドも、また長時間作用型で、乱用の可能性が低いため、ジアゼパムの代替として注目されている。長期間使用の依存者に対しては、6から12ヶ月の弾薬体制が推奨されており、その方が、成功率が高まることが、明らかになっている。1ヶ月といった急速な減薬法は、より重篤な離脱症状をもたらすため推奨されない。 ベンゾジアゼピンの投薬を中止するときに生じる可能性がある共通の離脱症状すべての鎮静催眠薬アルコールバルビツール酸ベンゾジアゼピン及び非ベンゾジアゼピン系 Z 薬などは多様な作用基準を持っておりガバー受容体複合体に作用するそれらは交差体制を持つため互いに乱用の可能性がある非ベンゾジアゼピンである Z 薬睡眠薬の使用は、弾薬達成者の4分の1において、薬物乱用が再燃することがあった。各国の処方規制ガイドラインなどは、以下の通り。日本ベンゾジアゼピン系医薬品は、厚生労働省国示による、投薬期間に上限が設けられている、医薬品に該当し、一度の処方は14日分か30日分を、限度に、投与の制限が定められている。 ジアゼパム、ニトラゼパム、クロバザム、クロナゼパムなどの一度の処方は一部製剤は90日分が上限と定められている。ただし、エチゾラムのように規制管理下になく30日分を超える処方が行われ重複処方の問題が指摘されていた例もある。2010年の国際麻薬統制委員会の報告書では日本でのベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の 消費量の多さを取り上げ、不適切な処方パターンとそれに起因する乱用が反映されたものだと思われると記していた。89、10年前のアジアにおいてのベンゾジアゼピン系催眠鎮静剤の消費は多くの老人人口を抱えるイスラエルと日本を除いて非常に低かったものの台湾、香港なども次第に突出するようになり2019年 現在相当数の消費に上ると思われる。インクビーデータに、それらの国のデータはないが、台湾国立薬剤主連盟によると2300万人中服用者は426万人。実に5人に1人が服用している、2016年データ。2016年インクビーデータにおいて日本は、デパス、エチゾラムを加算すると世界で9位に入る。 つまり1000人あたりのベンゾジアゼピン消費量は1日 92S トリプル D 以上のレベルとなっており若干改善している。東南アジアは処方箋なしで売買可能なのでやはり実態は不明。スペシャルレポート、アベイラビリティオブインターナショナリーコントロールドドラッグス、エンシュアリングアディクエット、アクセスフォーメディカルサイエンティフィックパープス、国際麻薬統制委員会、 p58httpww.incb.org ドキュメン s サイコトロパックステクニカルパブリケーションズ2016テクニカルパブリケーション 2016pdf こうした状況で国際麻薬統計委員会の報告では日本はベンゾジアゼピン系の消費量が他の先進国の半分程度となっているが 国際麻薬委員会に確認すると、エチゾラムが含まれていないことから、単位人口当たり世界最多と断言できないが、その可能性が高いとの指摘も受けた。しかし2016年のインクビー報告書では、日本のベンゾジアゼピン系抗不安薬の消費量は、エチゾラムを含めても20位となっており、平均的な水準であることが示され、 日本のベンゾジアゼピン系催眠鎮静製剤の消費量は高齢化の影響で多くなったと記されている。2011年の報告書では、抗不安薬の最高値は、ハンガリー127.2以ポルトガル103.8という状況で、そのような指摘を受けていたが、他国の最高値が2016年では、フィンランド、アイルランドのように突出したものが示されている。 厚生労働省の定める二千十四年の診療報酬規定においては、甲府案薬、睡眠薬を三種類以上投与した場合は、診療報酬が減額され、かつ厚労省への届け出義務が定められた。さらに二千十八年度より、四種類以上の甲府案薬及び睡眠薬の投薬を行った場合、に減算されることが追加され制度上の通常の想定は3罪までとなり、 ベンゾジアゼピン系の抗不安薬、睡眠薬が12ヶ月以上の継続処方の場合は、診療報酬の減算となった。香港台湾北米でのベンゾジアゼピン乱用は、深刻な問題となっている。米国とカナダで、最も乱用されるベンゾジアゼピンは、アルプラゾラム、クロナゼパム、ロラゼパム、ジアゼパムであった。米国カナダオーストラリアニュージーランドアイルランド。 イギリス英国でのテマゼパムの乱用と発病は1971年薬物乱用法においてスケジュール3規制薬物指定によって厳格な処方規制と入手制限がなされたことで低下している。英国北アイルランドではベンゾジアゼピンは薬物中毒治療センターに通う人の統計で2番目に多かった。大麻は35%とトップだった。 北アイルランドの統計では、依存治療において、最も問題となる薬物はベンゾジアゼピンであり、前年から倍増している。オランダオランダでは、当局が1996から1999年間に、テマゼパムを、合計275万カプセルを押収した。スウェーデンデンマークフランスフィンランドノルウェー。ありがとうございます。